県内では、明日昼にかけて雪の降りやすい状態が続き、厳重な警戒が必要です。日本付近を覆う強い冬型の気圧配置の影響で、日本海側を中心に広い範囲で大雪となりました。県内ではほとんどの地点で積雪は観測されませんでしたが、最高気温は仙台で3.5度、石巻で2.1度など、 県内のすべての観測地点で5度を下回りました強い冬型の気圧配置は明日にかけてさらに強まり仙台管区気象台によりますと県内でも西部を中心に平地でも雪が降る見込みです今夜から明日昼にかけて積雪による交通障害や路面凍結でのスリップ事故に注意が必要です